はボールフィッティングも終わったのである程度ボールのタイプは絞れたんですけれども、実際にラウンドしたらどうなるのか近藤プロに一緒に見ていただきながら、はい、ボールを選んでいこうかなと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、ちょっと今日は風がありますが、そんな時こそね、この、うん、ザービー330の良さが出そうじゃないですか、プロ、うん、出ると思います、はい、ちょうど良かったです、もう風がねちょっとある方が、うん、はい、はい、西野さん、最初はツアー B330 をテスト。おー、ナイスショー、ありがとうございます。これはでも理想じゃないですか、あの高さとスピンが、うん、かなりいい球ですね、はい、プロから見ても結構褒められるところが多いですか。うん、やっぱあんだけ、ね、風に影響されずに前に飛んでるっていうのは、うん、この条件ではかなりあのいい球だなと思いますけどね、うん、本当に 高さも良かったですね。そうですね、はい、続いてツアー B330S をテスト。あ、ナイスですね。いい球ですねこれも、うん、さっきと比べるとどうでしょうプロ。今の方が若干高さが、はい、少し出てますけど、はい、まあ、そのなんか吹き上がってる感じの高さではないので、うんうんうん、まあ、条件っていうか数字が合えば、はい、まあ、どちらでもいいのかなと、まあ、好みですかね、うん、あとは高さが少し出るのかなっていう、うん、まあ、ただ330の方が少し前には行ってるような気はしますけどね。そうですね、うん、山本さんはツアー B330RXS を最初に打ちます。おー、ナイスショー、ナイスショー、ありがとうございます。ストレートに行きましたね、うん、そして期待のツアー B330RX のシダ、データ通り15ヤードアップなるのか。おー、いいとも、うん、やっぱり RX ですね今の強さはね、はい、もう本当に理想ですね。アゲンストにあのスピン量で飛んでいけば、やっぱアゲンストに飛距離が落ちないっていうのはやっぱり一番嬉しいことですから、うん、今の感じで打てればバッチリじゃないですか。はい、ではお願いします。ザービーの330の方から打っていただきましょう。ピタッと止まりましたね、うん、プロ、うん、いいスピン量で、はい、はい、いい感じですね。あんだけピタッと止まれば、うん、お、あ、結構戻ってきました。いやー、もうこれはでもあれじゃないですか、ボールの性質、はい、ですね。やっぱりスピンがS の方がかかるのが多いので、うん、今みたいにちょっと奥からバックスピンに戻せると、なんか僕らが、テレビで見せたタイガー・ウッズのこうギューみたいな ね、そういうのができるんですね。アマチュアゴルファーにとってはあのバックスピンってちょっと憧れな感じがしますけれども、そうですね、あの球が狙えるボールなんじゃないかなと思いますけどね、はい、ツアー B330 のワンバウンド目で止まるスピンを気に入った西野さん、うん、ピタッと止まりましたね、うん、柔らかい球です ね、うん、いい球ですね。おー、ナイスです、うんうん、ぴったりと止まった感じがあったんですが、ナイスですね。うんうん、おー、おー、これもボールの性質通りですね。少しバックスピンって言いますか、うん、やっぱ飛んでる時から少しこうスピンが感じられて、うんうん、やっぱ落ちてからも少し戻ると、はい、うん、ツアー B330RXS の強烈なバックスピンに魅力を感じた山本さんですが、果たしてどちらを選ぶのか。さあ、今日はブリヂストンゴルフツアー B330 シリーズをフィッティング、そして実際にコースでのラウンドという形で試していただきましたが、まあいろいろ結果が出てきましたね。
タイノさんいかがでしたか。本当に悩ましいんですけど、どちらかっていうと僕はツアー B330 で行こうかなって思ってます。もともとが本当にお上手なので、ね、飛距離も、ね、どちらを使ってもかなり飛んでましたからね。じゃあサイノさんはツアー B330 で、はい、そして山本さんはいかがでしょうか。はい、私は 330RX で、もうちょっと飛ばしていきたいなと思って、素晴らしい球に出会えたような気がします。飛距離15ヤード伸ばすってかなり大変じゃないですか。いや大変ですよ。やっぱもう5ヤードを本当に伸ばすのってのはなかなか難しいですから、はい、やっぱ今今回ブリヂストンゴルフで4種類の球が出ましたんで、本当それぞれのそのフィッティング、まあ、好みに合う条件に合えば、うん、飛距離がしっかり出せますし、はい、このボールでですね、ますますゴルフが良くなるんじゃないかなと、うん、そんな風に思いました。本当に自分のゴルフのこれからの将来性がさらに楽しみになりますよね、うん、そうですね、はい、見ていただいた皆さんも本当に人それぞれあった素敵なボールが見つかるんではないでしょうか。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ヘッドスピードとプレースタイルで選ぶツアー B330 シリーズ、プロが認めた迫力の飛距離性能ツアー B330、 プロが認めた強烈なスピン性能ツアー B330S、 ソフトフィールと優れた飛距離性能ツアー B330RX、ソフトフィールと強烈なスピン性能ツアー B330RXS、 あなたに合うボールがきっと見つかります。お問い合わせはご覧のところまで。まあ、こう打ち出し、今回のデビューいかがでしたか。次回もお楽しみに。前にどんどん進んでいく感じがすごくいいですね。うん、やっぱり RX ですね。